はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、楽天ペイからスイカのチャージが可能になる来年の春から楽天ペイのキャンペーンがスタートということで、お題の通りですね、楽天ペイを使ってなんとスイカのチャージができるようになるということなので、今回はそちらが発表がありましたのでお伝えしていこうと思います。それではまず概要からなんですけども、こちらですね、楽天と JR 東日本キャッシュレス化推進に向けての連携ということで、楽天ペイアプリでスイカの発行チャージを実現し、電車バスなどの交通機関や全国約60万の店舗で利用が可能ということですね。まあ画像を見てもらって分かる通り、楽天の色に染まったスイカって結構かっこいいですよね。で、内容なんですけども、開始時期は2020年の春を予定されているということなので、まあ来年ということで、まあ内容を見ると楽天ペイアプリでスイカが発行となります。また楽天ペイアプリに登録している楽天カードから楽天ペイアプリ内で発行したスイカにクレジットカードによるチャージができるようになります。これにより楽天ペイアプリだけで鉄道バスなどの交通機関や交通系電子マネー加盟店における支払いが可能になるということになりますね。で、この対象端末としてお財布携帯に対応した Android 端末となっております。まあなんと iPhone などの iOS 端末はまだ対応してないみたいなんですよね。まあニュースサイトとか見ると iOS 版については長く検討していきたいというふうにコメントをされていました。まあこれに関しては、まあ個人的には同じ時期にできれば iOS 版も出てほしいなっていうふうに思っちゃいましたね。で、今回の目的というのもありましたので、そちらをお伝えしたいと思うんですけども、今回楽天ペイアプリ内でスイカの発行チャージが可能となることでスイカの利便性が向上します。また楽天ペイアプリの利用者はアプリ内でのスイカのチャージでポイント総合満足度ナンバーワンの楽天スーパーポイントが貯められるようになります。また新たにアプリのダウンロードをしたりクレジットカード情報を登録することなく快適安全にスイカ機能をご利用いただけますということで、これいいですよね。本当にチャージするたびにポイントが入るのってたまらんですよね。そして一つの楽天ペイアプリで管理ができるということも、まあ、これ自体も本当に管理がしやすくなる感じはしますよね。いやー、まあこれで本当にかなりスイカを使ったりユーザーが楽天ペイを使うっていう可能性はかなり大きくなりそうですね。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。楽天ペイでスイカが使えるようになるということでした。まあスイカ自体はですね、本当に楽天マネーの中でもかなりのシェアを誇っているので、まあそれに加えてまあかなりの市場を誇っている、まあ、楽天とタッグを組むっていうのはかなり強力ですよね。まあ以前もその LINE とメルカリがタッグを組んだようなこともあったので、今後もそういうどこかの企業さんとタッグを組んで、まあこれからも面白いサービスが できてくるっていうのはかなり個人的にもまあ、興味深いものでもあるなと思います。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。